ケイドロフはソ連で建造されたロシア連邦の国境警備艦である。艦の規模からしばしばフリーゲートに分類される。艦名はボリシェビキソ連共産党の有力な活動家であったミハイル・ケイドロフにちなむ。ケイドロフは11351号計画、ネレイ型国境警備艦の6番艦として計画された。この新型警備艦は極東方面へ、 集中配備することが予定され、1988年4月4日には、ケルチの BE、ブートマ記念ザリーフ造船所第206工場で寄港したケイドロフも、1988年11月5日付で、ソ連国家保安委員会国境軍会場部へ、編入された。その後、1989年4月30日に、浸水、この年9月30日には竣工した。 1990年9月27日には、セバストーポリオ出港、アフリカ大陸沿岸を一周して、ソ連の極東岸を目指した。ポートサイド、アデン、カムラン湾、ブラジボストークを経由し、11月20日には、ペトルパブロフスクカムチャツキーで、実動状態に入った。国境や200海里入排他的経済水域の警備を、その任務とし、場合によっては国境を犯した。 潜水艦の撃滅や航行船舶の護衛、上陸部隊の安全の確保を行うものとされた。特に日本海や千島列島における漁船の違法操業の取締りがベシの使用任務となった。1991年8月24日にソ連が崩壊すると、ケイドロフは他の艦艇とともにロシア連邦の海上国境警備隊に引き継がれた。 国の経済の悪化から1万1351型国境警備官の活動はあまり積極なものとはなり得なかったが、その中で、ケイドロフは比較的活用された。しかし、最終的に2002年4月24日をもって、ケイドロフの上院は解散され、年内にはロシア連邦保安庁から除籍された。翌2003年2月28日には、解体のため、 中華人民共和国へ栄光された。艦長はアレクサンドル・バシー・リエビチに当査艦であった。ケイドロフは武装としては、単射定艦対空ミサイルコンプレックスや1 0 0トル両用砲、3 0ト、mm、ル多方新機関砲を装備した。レーダーとしてはまず、当時最新型の3次元レーダー MR-760、フレガート MA が搭載された。対空捜索レーダーは、 MR-212-201 バイガーチ U ボールがキバーチが搭載された。これに加え、火器管制レーダーとして、対空火器管制用の MPZ-301 バーザ、手砲管制用の MR-114 バールス、近接防御火器システム用の MP-123 ビーインペル電子戦装備として、MP-401S。 スタールト S や PK-16 が搭載された。水中音響探知システムとしては、MGK-335S、プラーチナ S と、可変追跡装置、MGK-345、ブローオンザ、水中通信システム MG-26 及び、MGS-407K が搭載された。このほか、広報機械、各種データ処理機器及び式、 通信設備、電子専用設備を搭載していた。また、後看板には、カマイナス27などのヘリコプターを搭載するための飛行看板と格納庫が備えていた。ガスタービン動力のエンジンは、30KN 以上の速力と、速力 14KN における4000回りの航続力等を保証していた。また、外部からの補給なしに30日間行動を続ける。 ことが可能であるとされている。ありがとうございます。